3月11日を忘れないためにセンターは、船内メディアテック自体も7階の天井とかが落ちたり、あと部分的に損害があったんですが、その部分再開するのが2011年5月3日だったんですが、その時からもう始まってます。で、メディアテック自体が生涯学習施設なので、学校教育以外での学びを提供することが目的となっていますので、今回の忘れないためにセンターも震災を記録することを通して学びにつながるんじゃないかっていうことで始まってます。で、よく勘違いされやすいんですが、映像とか写真をただ集めてるとこって思われがちなんですけど、そうじゃなくて写真とか映像、音声、テキストなどで震災を記録したい方を、活動者を募集してます。で、その活動者が記録したものを映像写真を集めさせていただいている場所です。まあ、1年目は、県内外の方が多く来ていただいて、でもそれも夏ぐらいにはその参加者の応募のピークっていうのは過ぎてたんですけど、まあ、1年目も記録された方もいますし、2年目で記録されてる方もいます。で、3年目は、記録今度の上映会があるんですけど、その数でいうと少なくはなってきてるんですけど、例えばまだ記録してないものがあったり、今年度だと、国外にいる日本人とか海外に住んでる外国の方がどう震災考えてるだろうっていう映像があったり、あと宮城県内で原発の被害を受けてるところもあるので、そこの地域に住んでる人が初めてカメラ持った人とかもいて、まだまだ記録されてないこととかがあって、そういう少しずつそういう記録したいという活動者がいますし、来年度は結構これまでに記録した映像という整理作業もどんどん進んでいくので、そういう意味では映像はまだまだ整理したり公開していけるものもありますし、特に沿岸部だとまだ震災について喋れない人も多くいて、もう少しで喋れるとか、まだ喋れないとか、そういう方々もいらっしゃるので、本当に長く細く地域では記録していくってことは必要なんだろうなっていうのは感じてます。2014年2月28日金曜日から3月2日まで、仙台ミニアテイクの7階スタジオシアターで、仙台ためにセンターの参加者が撮影して編集した映像と、あと一部スタッフが撮影した映像をシアターで上映します。津波の被害に遭った方から、原発の被害に遭った方、あと様々な被害に遭ったりした方々のその後の生活ですとか、あと震災体験とか、その後の風景っていったものが一人一人の視点で記録されている映像なので、何か見ていただければと思ってます。うん。